こんにちは、ローリンプーです。今回はベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。今回はですね、こちら真空保存容器になります。はい、こちら真空保存容器ということになってます。見た目普通のね、容器にしか見えないんですけれども、この上の蓋の部分にですね、見えないですけども、真空にする機能がですね、中に入っているということになってるんですね。センサー内蔵でですね、センサーが自動的にですね、最適な真空状態をですね、約3週間ですね、自動で保ってくれるという素晴らしい保存容器なんですよね。放置プレイがしやすいというんでしょうかね、いうことになるんじゃないかなというふうに思います。真空になるということでですね、酸化が遅くなったりとかですね、圧力が下がるので湿気を抑えることができて、こちらしっかりと閉まるようになってますので、虫の侵入を防いでくれるというような形になってるんですね。容量の方がですね、7リットルということで、お米で言うとですね、5キロまでのですね、米びつとしてもですね、使うことができるようになっています。コードレスで機能するようになってまして、充電式なんですよね。リチウムイオンバッテリーが入ってまして、約3週間ですね、このバッテリーによってセンサーが機能して空気を抜き続けてくれるという形になります。充電の方はですね、こちらのケーブル、マグネットタイプになってますので、ここにポチッとですね、引っ付ける形でですね、充電することができるようになっています。追加充電っていうのもですね、することもできるようになっています。蓋の部分は電源系の機能がありますので、水につけることはできないんですが、この容器本体の方はですね、水洗いすることができますので、常に清潔にですね、使うことができるようになってます。こちらの方はですね、濡れたタオルなんかできれいにしていただくというような形になっています。こちらですね、ここに電源のボタンがあります。真ん中にあるのがですね、押し下げると真空、押し上げると解除というふうな形になっています。このライト見ていただきたいんですけど、これポチッと押していただくと、はい、つきましたよね。はい、で今度もう一回ですね、ここね、ポチッと押します。はい、2回なんか点滅しましたよね。この場合オフということになります。1回押すとポヨンと1回つくんですけどね。この真空機能の蓋ですよね、簡単に使うことができます。こちらね、一般的には食べるものですね、をいろいろ入れると思うんですけども、場合によってはですね、カメラなんかのようにですね、湿気を嫌うような機械なんかもですね、これちょうどね、カメラとか入れることができるので、そういう機械を真空状態に保って保管しておくという使い方もですね、できるんじゃないかなというふうに思いますね。ではですね、実際にですね、どのように使っていくのかというのをですね、ご覧いただければなというふうに思います。はい、電動式真空保存容器の使い方になります。開封されたコーヒー豆ね、こういうふうに入れていただきます。はい、そしてこちら開封された小麦粉、はい、小麦粉を入れます。はい、結構大きいですけどね。はい、蓋を閉めていただきます。はい、そしてこちら電源をオンにします。はい、ポチッとつきました。まだですね、真空になってないで、蓋がこのようにね、開けることが簡単にできるんですけども、ではこちらですね、真ん中の真空解除のボタンをですね、ギュッと押し込みます。はい、そうしますとですね、今空気をどんどん吐き出して、中を真空状態にしてくれています。
はい、今止まりました。今これで真空状態になっています。あとはこれをこのままですね、保管する場所にですねしまっていただければですね、自動的に真空の状態をセンサーが感知して、またこう真空状態のために空気を吐き出すっていうのがですね、定期的に行われて3週間保存されるという形になりますね。この状態でですね、ほらこれ蓋がね開かないんです。真空状態でひっついちゃってるんですね。今度はですね、解除の方ですね、こちらですね、真ん中のボタンをポチッと上にあります。今空気がふわーっと抜けました。はい、空気がふわーっと抜けました。今度はですね、蓋が簡単に開けれるようになりました。これね、電源の方切っておきましょう。ポチッと、はい、電源切りました。はい、そして中身をこのように取り出していただくというような形になりますね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。